はい、ありがとうございます。先ほどまではジャイカ海外協力隊とミクロネシア連邦で何されてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、はい、この動画ではジャイカ海外協力隊終わった後何をしているのかみたいなところも含めてお話をお伺いしたんですけど、はい、実際今何してるかっていうお話をいただく前に、はい、ジャイカ海外協力隊終わるじゃないですか、はい、終わって日本に戻ってきたんですよね、はい、まあ厳密に言うと日本で終わったんですよね。そうですね、私の場合はそうですね。2年間終わってその後どうするかっていうところを考えると思うんですけど、うん、どういうふうに考えてたんですか。私の場合は現職、会社休んでたので、はい、そうでしたね、もうそのまま復帰でしたね。じゃあもうそのまま地球の歩き方に戻ると。戻りました。もちろん戻った後何が活かせるかなとか、2年間出してもらったわけだし、うん、ちゃんと成長できてんのかなみたいな、うん、そういう不安とかいろいろありましたけど、はい、帰る場所があったのでそのままさっと戻りました。なるほど。実際2年前に地球の歩き方いたじゃないですか、はい、で2年後にまた帰ってくるじゃないですか、はい、通常の業務に戻るって感じなんですか。そうですね、ただミクロネシアの2年間の経験生かしてこういうことしてみたいとか、こういうことも事業とかね、ビジネスとして考えてみたんだけどみたいのはすごく言いやすい会社だったので、話したりはもちろんしてたし、任期中もこまめに会社の人とか社長含めてすごく風通しが良かったので、すごくこまめに連絡を取ってたんですけど、コロナ禍だったのでね、難しい部分もあって、一旦はずっとやってたマーケティングプロモーションのところに戻りましたね。なるほど。コロナでそもそもミクロネシア連邦から帰国して来て、はい、でそのまま終わって、 で観光業界に戻るっていうやっぱコロナ大打撃でしたよね。大打撃かは置いといて、やっぱり行けないってなるとできることが限られるなっていうのはありましたね。なるほど。今は同じところで働かれてるんですか。その後、それが2020年か、うん、でその後約1年半経ってるんですけど、1回転職をして、今は観光ではないんだけど同じようなマーケティングプロモーション関連の会社で働いてます、ね、そこで言ってるマーケティングプロモーションは、はい、ウェブとかそういうのに特化せず、いろんな媒体を使ってマーケティングプロモーションをするっていうところで。そうですね、で、うん、特に私の場合は出版上がりなので紙好きだし、紙もやってるし、ウェブメディアとかもやっているし、 SNS 関連の広告とかもやってるし、結構いろいろやってますね。マーケティングプロモーションってもう少し聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、具体的にはどこかの媒体に載せる広告に対してどういう広告を出せばいいのかとか、はい、どういうコンセプトでやるのかみたいなのを比較するみたいなイメージなんですかね、はい、そうですね、まあ、あとはそのもっと大元、はい、そもそもやるべきかどうかみたいなとこから、雑誌なら雑誌やるべきなのかとか、ラジオの方がいいんじゃないとか、もはや、はい、とか、そういうところから考えるのがマーケティングだったりとか、そもそも広告やんない方がいいんじゃないとかもあると思うし。あ、そうなんですね。広告やんなくてもいいっていう商材って何なんですか。例えば PR に振った方がいいんじゃないかとか。あ、そういうことか。そう、いわゆるバズるみたいな、はいはい、バズるのも広告ありきのバズりみたいなのもありますけど、広告で何かっていうよりは PR とかで取り上げてもらうことにお金をかけるべきなんじゃないかとか、そういうところからいろいろ考えたりするのがマーケティングの一部かなとは思いますね。確かにおっしゃる通りで、自分たちが広告出すっていうのも確かにありですけど、はい、他の人に PR してもらうっていうのも今の時代全然ありますもんね。実際そういうのを専門にしてる会社とかありますからね、その PR 専門の会社さんとかあるので、はいはい、どの方法ももちろん正しいですけど、どれが良さそうかなみたいなのはありますよね。もう本題いきますよ。海外行かれたじゃないですか。仕事で出張でも行ったし、旅行でも行ったし、うん、日本っていうのはどう見てますか。難しいですね。どんな観点でもいいんですか。どんな観点でも生活しやすいなと思いますけどね、うん、最低限の生活の保障とかもあるし、暮らしやすいなとは思いますね。あとはコスパいいなと思いますね、うん、その安くても結構おいしいご飯食べれたりとか、そういう日常でコスパいいなって思うこととかはあったりしますね。アメリカとかヨーロッパとか行っても3、400円で牛丼食えないっすよ。いや食えない、安いっすよね、まあ、その裏には企業の努力とかがすごいあるので、そこは感謝しつつですけど、ただ結構海外行くと日本もいいなって皆さんよく言うじゃないですか、うん、その感覚はもちろん私にもありますけど、それって結局は自分が日本生まれだしなってそう思うんじゃないかなって思っちゃうところとかはありますね、うん、ありがとうございます。じゃあ次の質問いいですか。はい、紅林さんにとって国際協力って何ですか。国際協力ですか。協力隊になるとき訓練所とかで同期隊とかいろいろ話したりとか、もちろん国際協力の最前で活躍されてる方の話聞く機会とかもね、あの隊員の派遣前訓練とかであるので、そういう時からいろいろな形があったり、大きかったり小さかったりいろいろあるんだなっていうのはすごく勉強になりましたね。で実際自分が行っても前の動画で話したような事務所に来てくれた方
を日本人でも案内をするっていうのは一つの国際協力だと思うし、来なくても別にミクロネシアにそういう場所があるっていうのを知ってもらうだけでも自分の任務においては国際協力の形だったし、そういう一見国際協力じゃなさそうだとしても視点を変えたらこれは国際協力じゃないかなって個人的には思います。あとは国際協力のベースになってるのって海外でやらなきゃいけないこととかに限らないと思うんですよね。日常生活で物事がうまくいくように改善をするとか、相手の話をまず聞くとか、何事も白黒つけられないことの方が世の中多くて、大体習慣にあるから白黒つけられないから話をするとか、そういう日常生活で考えることが結局はベースになっていくと個人的には思うので、そういうところなのかなって思いますね。国際協力っていうと大きなようなイメージが私も未だにありますけど、結局積み上げだと思うので。確かにミクロネシア連邦のことを平林さんにお話しいただいたんですけど、はい、この動画を見てミクロネシア連邦のことを知らない方がそれを知ってもらって、うん、はい、中国州にもこういう面白さもあるってことを知ってもらうことも確かに国際協力ですよね。あ、なんか昔テレビで見たことがあるなとか、うん、なんか聞いたことあるなとか、それでも私の場合はいいかなと。確かにね、もう違うのちょっとでもその観光マーケティングっていう観点において職種が少し珍しいので、うん、ちょっと違うかもしれないですね。いやでもめちゃくちゃ面白い、うん、僕は ありがとうございます。平林さんから考える国際協力って、うん、そういう見え方なんだなと思うし、はい、もちろん大きい壮大なことじゃなくて、もう身近で認知してもらうこと、はい、これも確かに言うと国際協力ですよね、うんうん、なんでめちゃくちゃ面白いと思います。興味持つとこは本当何でもいいと思うんですよね。で調べてもらったりとかして、うん、こういう国があるんだ、こういう人たちが住んでるんだ、こういう言葉を喋るんだとか、こういう歴史背景があるんだとか、こういう宗教があるんだっていうのは多分国際協力の最初の第一歩だと思うんですよね。そうですね、確かに理解というか知るというか。確かに、ありがとうございます、うん、今後国際協力に携わりたい方に対してアドバイスするとしたら何ですかね。一個は全然お世辞じゃなく協力隊っていうのはおすすめです、うん、やっぱり自分一人でチャレンジしようと思った時にできないようなサポート体制だったりとかがすごいあるのは本当に助かるし、仲間がいたり先輩がいたり助けてもらえるっていうこの結構大きなシステムっていうのは本当に助けられたので、まずはとりあえず退院っていうのも自分はすごくいい選択肢だなと思います。他にも国際協力の形っていっぱいあるので、今はちょっと海外行きにくいかもしれないけど、興味があるんだったらさっさと行った方が大体なんとかなるっていうのは途上国に行けば行くほど身につくと思うので、行ってから考えた方がいいかなとは思いますね。なるほど、ありがとうございます。海外興味があるんだったらまずはそれをやってみて、その中でもし海外っていうところに興味があったりした時に一つの選択肢として協力隊もあるから、はい、そこぜひもしよかったら行ってみてもらっていいですか、ね、そうですね、ありがとうございます、はい、まあ、今回 JICA 海外協力隊で参加した後、はい、マーケティングプロモーションとかに参画された、はい、まあ、全然なんかね倉林さんにお越しいただいたんですけど、はい、まあ、僕は一番最後の動画めっちゃ面白かった。あ、よかったですかこの動画が面白いなと思ったので、はい、ぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。